こんばんは、ゴルフプロの三谷です。今回はフェアウェイウッドでチョロが出てしまう方、コースに行くとチョロが出ちゃう方、それをとにかくなくしたい、そんな方にこの動画をお届けしたいと思います。まずは皆さん、このチャンネル、ね、皆さんの有意義になる動画をどんどん配信してますので、チャンネル登録、そして高評価、よろしくお願いします。では、早速いきたいと思いますが、フェアウェイウッドのチョロ、これをなくしましょうね。なくせます。ね、必ずなくせます。じゃあ、なくす方法はということなんですが、それは、まず、2つですね、どうなっているのか、ね、どうなっているのか、自分がどうなっているのかということがまず大事です。そして、その後にどうすればよいかです。この2つですね、単純にどうすればよいかだけを考えてはいけません。なぜかというと、どうなっているかの次にどうするかというのが必ずセットであるからです。なので、自分がどうなっているかというのをちゃんと考えて、そして、まあ、どうすればいいかっていうのを考える。で、どうなってるかっていうのもですね、本当にまあ様々なんですけど、ちょっと多いパターンを、一つ今日は皆さんにご紹介していこうと思います。で、フェアウェイウッドは結構どんな感じで打てばよいかっていう質問は結構出るんですけど、まあ一般的には結構世の中の情報をいろいろね、聞いたりするわけですけど、なんかこう、払い打ち、まあ払えみたいなね、横にこう、ほうきを払うような感じで打てみたいな、まあそういう情報も結構皆さん耳にするんじゃないかなと思うんですが、これはですね、まあ、はっきり言っておきます。それは違います。違います。払うような感覚ではないですね。払うようなイメージに、まあ、なるんですね。なる。自分でそういうイメージで振っちゃうと、チョロが出ます。ですから、あくまでボールというのは、クラブヘッドが上から降りてきてボールを打ち抜きますので、結果的に横の動きが多いだけなんですね。短いクラブの方が鋭角に落ちてくるだけであって、それはインパクトの瞬間がそういう状態になっているということなだけなんですね。ですから、自分でそれを無理やり払ってしまうと、それはチョロにつながりますよということです。で、じゃあそれはどう対策すればいいかということなんですが、まずちょっとやってみると、まあ、構えた状態で、まあ、払うような感じで打つと、こういう感じでね、もうまさにチョロしましたね。ですから、その形が現象を起こしてるんですよ。ですので、じゃあ、どうやって打っていくか、まあ、払うともう、こういう感じですね。ちょっと上面打って、まあ、そこそこ当たったかなというショットは出たりするわけですが、まあ、決してこれでいいという感じではありませんよね。ですので、少しこれをですね、改善しましょうと。じゃあ、どうすればいいかということなんですが、まず、こう横に払うという感覚ではなくて、あくまでクラブは上から下に振ります。なので、体が右から左に回転しているだけで、クラブも長いと、なんとなく大きい円になるだけなんですね。ですから、必ず、クラブは縦に上げてください。そして、縦に、ですから上に上げて下に落としてください。ですので、構えて、クラブを縦に上げて、縦に振り下ろしてあげると、正しいショットになっていくということです。で、これを横のイメージで振ってしまうと、もう一回正しくない例をやりますと、こういう感じですね。まあ、もうそもそも当たらなかったりね、するわけですけど、こんな感じでですね、あまりいい当たりじゃない感じになってしまうということですね。ですから、正しくない例は、少し、横に払ってしまうと、まあ、チョロみたいなのが出ます。そして、上から下に、正しく振ってあげれば、ボールをしっかり打ち抜いていくような、まあ、そういうショットになっていくということです。ですから、今日は、フェアウェイウッドでチョロをいかに減らすか、まあ、なくす、ね、どうなくすか、減らせないですが、なくす、この方法を皆さんにお伝えしましたが、ポイントは自分がどうなっているのか、どんなイメージで打っているのか、ね、横になんか払ってるんじゃないのということ、それは違うよと、ね、クラブは上から下に向かって振り下ろしていくものなので、しっかり振り下ろしてあげると、正しいショットになっていきますよということですから、長いクラブ、短いクラブ、さまざまありますけど、実際のこの、スイングした時の円の大きさが違うんですね。その傾きも違いますから、まあ、それによって、なんとなくのイメージはもちろん違うことはありますけど、でも積極的にそのイメージにですね、極端に乗っかってしまって、違う動きをしているようではいけませんので、まあ、そうならないように、しっかりとクラブヘッドを落としてあげましょうねということですね。最後にもう一度打っていきましょう。構えて、しっかり縦に上げて、縦に振り下ろしてあげるとナイスショットになっていくということですから、ぜひこれは頑張ってね、イメージをしっかりして練習してみてください。絶対できるようになると思いますが、できるようになると思いますので、頑張ってね、やってみましょう。では、さよなら。